ゲインイレージャーのビンス・クラーク・アリソン・モイエ・ヤズーは80年代に人気を博したイギリスのシンセポップデュオ。ヤズーはゲインイレージャーのビンス・クラークとアリソン・モイエの二人によって1981年イギリスのエセックスで結成された。ビンス・クラークは1960年7月3日生まれイギリスのロンドン出身。キーボード担当テクノサウンドを得意とした。以前は レペッシュモードの結成メンバーであり、作詞、作曲を手掛けていた。アリソンもお家は1961年6月18日、生まれ、イギリスのエセックス出身、ボーカル担当、ブルーアイドソウルの魅力的な歌声の持ち主だった。イギリスでは、ミュートレコーズと契約、アメリカでは、ヤスの名前で、サイアレコーズと契約した。ヤズーのデビューシングル、オンリーユーは、 全英チャート2位の大ヒットとなり、その後2枚のスタジオアルバムを発表している。しかし1983年に2人は解散を発表した。その後アリソンも家はソロシンガーとなりインビジブルのヒットを放った。また、ビンス・クラークはエラスレなど複数のグループに参加している。2008年2人はヤズーとしての活動を一時的に再開し、 ヨーロッパとアメリカでツアーを行った。ありがとうございます。